き上がる前の時に想像をしてなかったんです。これはコンセプトだけが最初に存在していて、ぐるぐる巻いていくと中の方がどんどん高くなっていくというスクリプトで、でそれに応じて、このひだの形が勝手に変わっていくっていうプログラミングを持ってるのは見てわかるよね。だから自分の最初の曲線の引き方で出来上がる形は1000個も2000個も生まれるんです。つまりこれを砂漠に置いた時、これを海沿いに置いた時、森の中に置いた時で形が変わるんです。つまりアメリカ人の人とかヨーロッパ人の人が考えているプログラミングで何かを作るという時の思想は、僕らがやってるプログラミングはどこででも対応できるようにっていうふうにユニバーサルにしようという意識で頑張っています。例えば戦争でいうと全部の国を侵略してやろうっていう時にどんな武器が必要かっていうのと思ってます。自分の作ったプログラミングはどういうところにでも対応できるのではないだろうかという意識でやるとこんな風になるんです。その代わり最終的な見た目が美しいとかかっこいいとかっていうのは2の次なんですね。そういうことを意識してるんじゃなくて、どんなところでもどんなちっちゃな時でも、例えばこのコロンビア大学のやったスクリプトは1000平米にしなさいって言われた時に1000平米にできるわけだ。そう思うでしょ。だけど他の2つ振り返ってみようか。東京大学の学生が悪いものを作ったとは言わないけれども、このかっこいい、この繊細な茶室を、そしてこの不思議な形を、じゃあ1000平米にしろって言われた時に対応できるか。この素敵な茶室の高さを8メーターにしなさいって言われた時に果たして対応できるかというふうに、いいですか、すごく大事なことは、これを作りたいがためのスクリプトを日本人側は書きましたっていうことを言いたい。つまり頭の中に最初からこれを作ろうっていう美学が存在してるんだよね。そうでしょう。これを作りたいから、それをライノの中でどうにか入力しようと思って頑張ったからこんな形になってるんでしょ。そう思いません？で、もう一つのこの一番三つの中で優れてたこの茶室もそうだよね。最後の俺なんかはさ、もう最初からこういうふうにしようと思ってるよね。確信犯だよね。その代わりこれは山の中で対応できるか、海のそばで対応できるか、斜めの地面で対応できるか、1000平米って言われた時大丈夫、200平米って言われた時に大丈夫っていう時に破綻をしてしまう。なぜならば深淵でしか動かすことのできないスクリプトだから。いいですか。そういうふうに僕はものすごくへそ曲がりなことを今言ってるけれども、そういう観点でもう一回このコロンビア大学のこのかっこ悪い作品を見てください。侵略ができるんです。つまり10個違うものを作れと言われた時にできるんですっていうふうに、プログラムを使いこなそうという時の出だしの一歩が違うんです。西に向かって出ていくのと東に向かって出ていく、その皆さん その日本人的な、その何か作りたいものが最初にあってそれを作っていこう、入力していこうっていう考え方と、なんか100通りでも1000通りでも1万通りでも僕の作ったスクリプトがまるでウイルスかのようにどこにでも適用できるものでありたいって思いながら出だしでやるっていう、出だしが違うんです。だから形が全然違うんです。で、僕は、この理科大のこのデジタルスタジオの方向性っていうのはこっちでしかありませんから、
だって皆さんはすでに美的センスや繊細な知識、あの知恵の使い方があって、美しいものを作りたいときはすでに皆さんの頭の中に存在してるんです。だったらライノ使う必要ないじゃない、グラスホッパーもいらない、もう自分の頭の中にあるんだから、それスケッチにして CAD で描いてプレカット屋さんに渡せばさっきの形ができるんだ。でもこのアメリカ人が作ったもうわけのわからない形は、君たちの頭の中に存在しなかったコンピューターがあなたたちのスクリプトをに従事で作ってくれた形っていう、180度違うんだよっていうことを言いたい。で、そういう思いで見てた人はここには少ないかもしれないけども、ぜひね、この3つはとてもいい例なんです。で、もうだ、東京大学の芝生の上にからは撤去されてると思うけれども、10月になると新宿のオゾンで、この3つともあのもう一度きれいに展示されるから、ぜひ見に行ってください。で、君たちにもこういったファブリケーションね、作るっていうことはどっちみちやってもらうことになりますから、そういう時のためのお手本としても、ぜひ見に行ってもらいたいという話をまずどうしてもしたかった。だから僕の課題も同じですよ。何か美しいものを作るというよりも、このコロンビア大学の大学院生が作ったこのわけのわからないこの形のようにですね、100個の国でも絶対に君の作ったスクリプトが適用されかねない、そういうものを作らないといけない。だから1000通り、2000通り、3000通り数値を入れ替えれば変幻自在に形が変わる、ないしはある一つの線を引いてあげると、ドバイだとこんな線、バングラディッシュだとこんな線で、で東京だとこんな線で、上海だとあんな線、出だしの線を変化させてあげるだけで自動的に屋根の形が変わる、そういうような、取り組みをしてもらった。つまり自分の頭の中に最初からあるような形を具現化するようなスクリプトっていうのは必要ないっていうことですね。でもっと言うと、今回の最初の課題はその柱がないとかありなわけで、何かスクリプトで 何百通りもできるっていうのがことの方が大事ですね。でそういうことをちょっと強く言っておきます。そうじゃないと、これ大変失礼な話だけど、こんなものが出来上がったって何にもなんないわけです。もう10年遅れてます。考え方が。だからドームを作ろうとかって言って、南面体とかでドームを作りたいがためにそれをサブディバイドしてどうのこうのっていう、そういうことをやりたいわけじゃないんですよ。でですね、この間キックオフの時はもう本当に表層を舐めるようにしかお話できてなかったんですけども、皆さんに、やっていただいているのが、ライノビジュアルベーシックと呼ばれているものを今、トライしていただいているわけですね。でここでね、しっかりね、みんなにねモチベーションを固めていただくことと意義を再確認していただきたいと強烈に思うんですけども、これはあの